こんにちは、劇花の古谷です。今日はコガネムシの駆除の仕方についてお話ししたいと思います。コガネムシなんですけど、このね、例えばゼラニウムとかラベンダーとかバラ、なんか枯れてきたなとか、なんか具合が悪いんだよなと思って、ちょっとねこう引っ張ってみるとズボーって抜けちゃったりするんですよ。コガネムシの幼虫が土の中に入って根っこをむしゃむしゃ食べちゃうんですね。で、その症状が秋口に起こりやすい。実はこのコガネムシなんですけども、7月とか8月とか夏の時期、この時期に卵をこの土の表面ではなくてちょっと中側に産みつけます。で、その1週間から10日後ぐらいに孵化するんですね。で、孵化した幼虫が根っこをちょっとずつちょっとずつ食べたりとか、土の中の腐葉土を食べたりとかして、最終的にこの大事なお花を枯らしていってしまいます。コガネムシなんですけど、まあ見た目は可愛いんですけどね、まあ、幼虫はカブトムシの幼虫の小さい版みたいな格好してます。まあ掘り返してみるといっぱいうようよ出てきたりとかするんですけど、このコガネムシ卵を一度にですね100個以上産みます。なので大きい鉢なんかでこう育ててると一気に全部やられちゃったりなんかするんですね。で、秋になってコガネムシの食害に合っていないかどうかチェックする方法があります。まあ、鉢植えの株元を軽く持っていただいて、こうクックッと軽く引っ張ってみてください。ズボって抜けちゃうだと食害に合ってます。残念ながらそのお花自体は助からないので、土ごと全部処分してください。で、そうならないためにもやるべきことがあります。何をするかというと、まず8月になったら一斉に消毒をしてください。どれで消毒するかというと、弊社で取り扱いのものでしたら、劇の一吹き、これを10倍ぐらいに薄めていただいて土に撒いていただく。1週間に1度、それを3週ぐらい続けてください。もしくは、弊社取り扱いの芋ころ、芋虫をやっつける天然の素材のものなんですけども、それを週に1回、まあ、2週続けて撒いていただければ、まあ、大体500倍ぐらいに薄めて撒いていただければ OK です。特に無農薬にこだわらないっていう方には、そういった、コガネムシの幼虫とかそういったものをやっつけるための置くタイプの薬がありますので、それを置いていただければ OK です。で、メンテナンスとして、まあ、夏場しっかりとやっていただくと秋口に食害に合わずに済みます。土の中のものなんでどうしても確認することができないんですね。なので大事な鉢植えに関しては夏場のうちにチェックをしておく。で、すでに食害に合ってしまったものに関しては残念ながら諦めていただきたい、そんなところです。ゼラニウム、ラベンダー、バラ、この3種類に関しては特に食害に合いやすいのでチェックをしていただければと思います。ではでは、本日もどうもありがとうございました。チャンネル登録していただければ幸いです。詳しくは概要欄の方に書いてありますのでチェックをしてください。ありがとうございました。